皆さんどうもこんにちは。世界の脳器チャンネル霊夢です。世界の脳器チャンネルマリサだぜ。今回紹介するのはこちら。これは、なんだ？軌道要塞にしか見えないんだぜ。面白い表現ね。そう、これは次世代農業技術の、軌道要塞ネクサットオールインワントラクターよ。なんだか SF みたいな容姿と名前だな。まあ名前は私が勝手に持ったんだけどね。他人の創造物を魔改造してんじゃねえよ。正式には単にネクサットと呼ぶみたいね。それで、これはトラクターなのか？多分。多分ってなんだよ。さっき言った通り、ネクサットは最先端の先を行く、次世代技術だからね。そもそもトラクターという概念に当てはまるのかも怪しい。革新的な農業機械なのよ。それってつまり、無人トラクターのように、まだ研究段階の機械ってことか？まあそんなところね。すでに数年にわたる実証実験でも成功を収めていて、生産現場に導入される日もそう遠くないかもね。しかしよく見ると、骨にクローラーとキャビンがついてるだけに見えるんだぜ。これで何ができるのか甚だ疑問なんだぜ。それじゃあここからは、ネクサットの正体に迫っていこうか。おう。ネクサットは、気候に影響を与えない完全に自動化された再生農業を、経済的に可能にし、持続可能な農業を実現することで、人々と自然を再び近づける機会を提供することをコンセプトに開発されている技術よ。自動化はわかるんだが、ちょっとややこしいんだぜ。最近使われてる言葉で言うなら、カーボンニュートラル、食料のエコな無人生産をしようって話ね。なるほどな。ここで言う再生農業とは、土壌環境を改善して生物多様性を促進することで、農薬や肥料を使用しない栽培によって、人間が排出する以上の二酸化炭素吸収源を確保する、と定義しているわ。カーボンニュートラルに触れるってことは、ネクサットは内燃機関ではなく電気で動くってことかな。それについては追って解説するけど、ネクサットの開発において重視されているのは、排気ガス以前のもっと根本的な、栽培における車両の稼働を減らすという部分ね。車両を使わなければ排気ガスも出ないという理屈はわかるんだが、そんなことが可能なのか？それがこの要旨によって実現されている部分ね。もちろんカーボンニュートラルだけでなく、再生農業がうまく回れば土壌環境にも多大なメリットがあるわ。つまり、カーボンニュートラル実現の手段として再生農業があり、それに適した形を目指したのが、ネクサットということだな。そしてネクサット開発者は、すべての技術はすでに完成している、と言っているわ。それはつまり、今日からでも実用化できるのか？やろうと思えばすぐにでも、量産体制に移れるってところじゃないかしら。具体的に表現すると、ネクサットはすでに普及している技術の集大成だって話ね。それはまだ開発途中の無人トラクターとか、完全自動運転との大きな違いだな。そうね。そんなネクサットの開発はドイツの有限会社ネクサット、そして協力者として高度な液体散布技術を持つ会社ハーバートダムマン、収穫技術は英国のジェリンゴフ、農業科学でオスナブリュック大学、ロボット技術でブレーメン大学など、複数の協力によって進められているわ。俺らが集まればもっといいもん作れるんじゃね？って感じかな。実際ネクサットは、ドイツ農業協会が主催するアグリテクニカ2022イノベーションアワードにおいて、金賞を受賞したよ。なんかよくわからんけど、それなりの実績もあるんだぜ。ネクサットの生い立ちはこんな感じね。それじゃあここからは、ネクサットの機能や性能面にフォーカスしていくよ。この見た目では何ができるのか、まるで想像できないんだぜ。開発名はネクサットシステムトラクターと呼ばれていて、土作りから収穫まで全ての生産作業をこれ1台でできる、車両ベースのシステムよ。
この骨組みは走るパソコンってことか。大体そんな感じね。ここにモジュールと呼ばれる、今のトラクターでいうところの作業機を装着して、様々な作業をこなせるという仕組みよ。モジュールを付け替えることで、工作や発種、収穫といった多様な使い方ができるんだな。それは普通のトラクターと同じだぜ。あれ、同じならわざわざ新しく作る必要がないんだぜ。そこで出てくるのが土壌保護、そしてカーボンニュートラルといった課題ね。どう関係してくるんだ？トラクターやコンバインが走った畑はどうなると思う？どうって、作物を踏みつぶす、タイヤの跡が残る、踏み固められる？そして踏み固められた畑で作物を育てるには？耕すんだぜ。耕すにはトラクターを走らせないといけないわね。そうだな。じゃあそもそも踏み固めないようにしたらいいじゃない。それができたら苦労しないんだぜ。それを実現するのがネクサットよ。ネクサットは全ての作業をこれ一台で完結させることで、防除畝と栽培区画を永久的に分割して、栽培区画を踏み固めることのない栽培モデルを確立したわ。防除畝ってなんだ？大きな畑では、作物を踏みつぶしてトラクターが通った道が見えるでしょ。ああ、これのことか。せっかく植えたのにもったいないよな。でも作物保護のためにはトラクターを走らせないといけないし、仕方ないわね、必要なものよ。そんな事情があったんだな。そこでこの、どうせ作物を育てない防除畝になる場所だけを通路にして、すべてのトラクター作業をやってしまえというのが、ネクサットの考え方ね。そしたら踏み固めがなく、工作の回数を減らして排気ガス削減になるって算段だな。なるほど、話が見えてきたぜ。ネクサット自体は公式な数値が見つからなかったけど、このカッターが14メートルらしいから、全長20メートルくらいと思われるわ。その車体が作業時にはこうなるよ。ホリスティック作物生産システムっていうらしいわ。これはコンバインハーベスターもびっくりのトランスフォームだぜ。じゃあついでだから、コンバインハーベスターにはもう一度腰を抜かしてから帰ってもらいましょうか。まだ何かあるんだな。ネクサットのコンバインハーベスターモジュール、ネクスコの紹介よ。カッターが14メートルということは、この時点で現行コンバインハーベスターの最大クラスと同等だよな。脱穀処理は毎時130から200トン、穀物タンクは3万6000リットル、排出速度は毎秒600リットルとなっているわ。それはこの前解説した最強コンバイン歴史オン8900の2倍近い数値だぜ。タンクがこれだけ大きければ、普通の畑は往復できるから、トレーラーが畑に入っていく必要もないわね。抜かりなくカーボンニュートラルに行き着く計算がされてるんだぜ。じゃあついでのついでに、他のモジュールもここで紹介しておこうかしら。噴霧器モジュールは従来のものと構造は変わらないものの、その作業幅は70メートルとこれも圧倒的アップグレードね。70メートルなんて、人間の目視では作業が成り立たないぜ。ネクサットは自立作業機として設計されているからね、人間は作業しないよ。モジュール交換も自動で10分以内に完了するわ。じゃあ何のためのキャビンだ？開発者は周辺監視システムと位置づけているわ。無人トラクターの課題でもある、作業機の動作監視や回送の場面に対応するためね。やっぱり農業無人化はまだまだ高く厚い壁があるんだぜ。その点、ネクサットはかなり現実的に感じるな。樽を知るというか、すでにあるものを工夫してるって点が、再現性高くて期待も高まるところね。それに未来のアップデートもしっかり見据えていて、長生きしそうな事業でもあるわ。未来のアップデート？排ガス規制とかね。そういえばネクサットの動力って、現状は550馬力のディーゼルエンジンが2つ搭載されているわ。それじゃあ世界中でガソリン車の販売禁止とか、化石燃料の排除が進んでるから、使えなくなるんじゃないか？
そんなこともあろうかと、燃料電池などの大改駆動技術に、簡単に変更できるような設計がなされているわ。それじゃあ動力の心配はないんだな。ここまで解説した技術によってネクサットは、環境だけでなく農家にも潜在的なメリットをもたらすと説明しているわ。具体的にはどんなメリットがあるんだ？まずはネクサット導入によって、従来のトラクターやコンバインより 20% 以上の車両コスト削減。そして傍上根の話にあったような、統一されたトラフィック管理による収量の増加と、エネルギー消費量の削減、これらによって最終的には、50% を超える利益増加が見込まれると発表しているね。自分で言ってることだから、多少の誇張はありそうなもんだけどな、数値はともあれ理屈は通ってると思うんだぜ。他にもネクサット社の調べでは、肥沃な土地の損失は農耕者の踏み固めにあるとしていて、ことの重大さを説いているわね。確かに良いことだとは思わないけど、そこまで悪影響だとも考えなかったよな。もちろん耕して改善することもできるけど、そしたら排気ガスが、ってなってくるのね。問題を解決したら、また新しい問題が出てくるやつだな。この課題は実は40年以上前から言われていて、ネクサットの基本構造やシステムは、当時から研究されていたのよ。そうだったのか、じゃあようやくここまで来たって感じだな。持続可能な農業というのは、人類のテーマと言っても過言ではないだろうからね。それだけ時間をかけてもやりきる価値があるわね。食料が尽きては存続できないからな。そんな未来の農業を望む、ネクサットの解説でした。ワクワクが止まらない起動要塞だったぜ。それでは今回も、最後までご視聴ありがとうございました。